日本弁理士会東北会長賞宝山小学校5年黒沢直さんカラス撃退風車その名の通りカラスよけとして使用する作品です強い光が苦手だというカラスの生態を生かし CD で作られていますまた人の目を取り付ける工夫もされています これは外で撮影したものですが、自然の風でもとてもよく回っていました。これならカラスも逃げていきそうですね。<あっ S 1> 以上、カラス撃退風車の紹介でした。